はい、こんにちは、こんばんは、よっくんです。今日はちょっとマッチを取るんではなくて、ちょっとアトムボーグの検証をしてみたので、その静止画、変えながらね、ちょっと説明していきたいと思います。アトムの星4、星5、星6、あと比較のためにマストドンとシング使ってます。これでね、ちょっと見ていただきたいんですが、これで各星の防具を着て、このアトムのロケラン、あとアトムじゃないパトリオットのロケラン、星7ですね、ダメージが2万5000ちょいありますね。これで撃ってみました、試しに。ちょっと撃ってみて、どれぐらい残るかっていうのをちょっと試してみたんですけど、まず星4からちょっと見ていただきたいと思います。はい、じゃあこれが星4の防具ですね。防御力13372ということで、これをね、パトリオットのロケランで撃ってみた結果がね、こちらです。はい、星4だとワンパンですね、死んでしまいました。2万5000のダメージじゃ死ぬということでね、ちょっと死ぬとわからないので、ちょっとできてる星6の、アトムのロケランでも撃ってみました。それがこっちですね。はい、アトムのロケラン星6です。これがダメージが23600ちょいなので、これで撃つと、さっきの2万5000ちょいのパトとどれぐらい違うかね、ちょっと見ていただきたいです。こっちでも、はい、わずかにですが残りましたね。なので23600ということは、多分ノーマルの星7ロケランではワンパンできないですね。星4のアトム3点でも多分できないと思います。ノーマルのマックスちょっと確認してないんですが、23600なんで多分そこまでないと思うんですよね、星7のノーマルロケラン。これだから星4着ててもワンパンされないことになります。はい、次がこの星5ですね。星5のアトムのセット防具です。防御が16598ということでね、これも、これはもう死なないのでパトリオットだけになりますね。こっち打ってみました、これです。はい、これですね、わずかに残りました。星5の防具だと2万5000ちょいのダメージで、こんだけ多分2万7000ぐらいまで、7000か8000ぐらいまで耐えれそうですね。じゃあ次、星6ですね、こっちです。はい、これが星6防具ですね。防御が19815ということでね、さっきより3000ぐらい多いんですけど、3000のメモリがどれぐらい違うかちょっと見ていただきたいと思います。はい、これが星6ですね。さっきより倍以上になりました。ダメージとか体力の残りがね、これだけあれば弾2、3発食らっても大丈夫そうなぐらい残りますね。ただね、1万9000という防御力考えると、あんまりこう残らないなという感じですね。数字では見たらすごいですけど、倍の普通の防具の3倍ぐらい、まあ、2.5 から3倍ぐらいの防御力なんですけど、そこまでの硬さではないというのがこれで分かりますね。はい、次がシングですね。これ防御が11142ということで、で3点効果で、40% のダメージカットがついているので、2万5000の 40% カットなので、1万ぐらいカットして1万5000ぐらいのダメージが入った防御1万ということですね。そういうふうに見ると、残りのゲージが、なんとなく納得いくと思います。こっちですね。はい、これ1万防御で1万5000のダメージを食らったという状態ですね。なので星6のアトムよりね、残ってます。と次はマストドンを見ていただきたいと思います。はい、マストドンですね。これ防御が3万5000ありますので、1万5000ぐらい、1万5、6000、星6のアトムより硬いということになりますけど、その1万5、6000分がこれだけなんですかね。これどういうふうにゲージ見ていいかちょっとわからないんですけど、まあでもこれシングよりも硬いですね。残りのゲージが大きいです。なのでこれにさらに、古いマストドンとかアーバンマストドンっていうふうになると、もっと残るので、アーバンマストドンだとほとんどゲージが3分の2ぐらい残ると思うんですよね。はい、ということで見ていただきましたけど、まあ思ったほど硬くなかったですね。硬くなかったといっても、まあ
ロケランとかのランチャー系、あとタンスナの一発勝負のやつには強いですね。そこでキルされないという部分がありますので。ただ自分も使ってて思ってたんですけど、SMG とかの近距離に関してはもうほとんど普通の防具より若干硬いという程度なので、まあ、そこまでね気にしなくていいかと思います。ランチャーでキルできないのはちょっと痛いですけど、まあ近づけばなんとかなるということで、はい、頑張っていきましょうということで、今日の動画この辺で終わりたいと思います。よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。